こんにちは、ウィレツアーです。年末年始タイのバンコクお出かけになるのはいかがでしょうか。カウントダウンが市内各所で行われてまして、市内のですね名所というのが、いくつか寺院とかあるんですけれども、暁の寺、暁の寺院というのが一番シンボルみたいになってて、夜ライトアップされて非常に綺麗なんですけども、チャオプラヤ川のですね対岸のホテルから見る暁の寺院の景色が絶景と言われております。ネット上のですねバンコクナビさんによりますと、アルンレジデンスというホテルから見るのが絶景だそうです。1階から、全ての階にレストランがあるらしいんですけども、中でも、最上階のバーから見る、暁の寺がですね非常に絶景だそうです。年末にですね暖かい、国で、川のほとりから、金色の寺院を眺めているっていうのは、日本、寒い冬の日本からすると非常に現実離れというか、非日常体験になるんじゃないかと、想像しております。ちなみにそのバーはですね、アモロサバーといいまして、18時からオープンということなので、夕景から夜景に変わるところをお酒を飲みながら見るという感じになると思います。たまたまですね12月30日から、直行便、福岡発の直行便を利用した直行便ですねを利用した、ツアーが12万9800円燃油サーチャージ込みで4席空いてきておりますので、ぜひ、ご利用いただきたいと思います。価格非常にこの時期としては安いです。ぜひ、年末をバンコクで過ごされてはいかがでしょうか。タイ旅行のご案内でした。よろしくお願いします。